CL の組み合わせ決定みんなの本音が満場一致。現地時間29日に24-25シーズンの UEFA チャンピオンズリーグのリーグフェーズの対戦組み合わせが決定した。今季から CL は出場クラブが32チームから36チームへと増加。さらにフォーマットが大きく変わり、昨シーズンまでのグループリーグ決勝トーナメントの流れではなく、リーグフェーズとして36クラブが各ポット2クラブずつの異なる8クラブと対戦し、全体の順位を決める。そして上位8クラブがトーナメント進出となり、9位24位までがプレイオフに回りホーム&アウェイで対戦し、勝利した8クラブが決勝トーナメントに進出する。ポット1で注目の組み合わせとなったのが PSG。ポット1からマンチェスター、シティとバイエルン、ミュンヘン。ポット2からアトレティコ、マドリーとアーセナル。ポット3から PSV とライプチヒ。ポット4からはジローナとシュツットガルトとの対戦が決まった。この組み合わせを見た PSG サポからは SNS で、非常に難しいドロー。信じられない。本当に震えている。我々よりモナコの方がベスト8の可能性が高い。終わった。不公平だ。もう一回引き直せ。泣きたいがやるしかないぞ、といった悲観的な声が聞かれた。他にも、シャビアロンソ、アンフィールドキター。アーセナル楽勝すぎワロタ。古橋、ドルトムント相手に決めて移籍してくれ。アヤセイがレバークーゼンを沈めるとこみたいぜ。今年はアトレティコが台風の目になりそう。ライプチヒの河村とか普通に楽しみ、早く怪我直して活躍してほしい、などの声が多く上がっていた。そもそものルールがむずすぎるんだよ。日本人が結構出るの嬉しい、久保もいてほしかったな。今年はレアルじゃない気がするぞ、プレミア勢に期待。バルサが今年は番強制してくれそうな気配ある。エンバペ兄弟対決かよ、弟のプレー気になる。ミラン、インテル、ユベントス、アタランタなどのイタリア勢に期待したいわ。南野がモナコ率いて、バルサをボコしてほしい。ユベントスとしてあたりかなり気になるな、にしても豪華だ。ポポトポレだけ分ける意味あるのか。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。